福岡にはこれまでにも結構舞台だったりで来られていますかはいもう数え切れないほどああどんな印象ですか福岡福岡はご飯が圧倒的に美味しいですあと <laughs> ファンの方が優しいですい温かい 自分はなそのイメージがやっぱりありますけども2009年 AKB48 第9期研究生オーディションに合格し芸能活動をスタート2012年シングルシングル選抜じゃんけん大会で優勝し永遠プレッシャーでセンターを務めます <laughs> じゃんけん大会ってさ <laughs> <はい S 2> あれガチなの <laughs> はいガチですすち <laughs> ちゃゃく言われますね <laughs> あやっぱりそうなんだ しかもあの大会より前に予選もやってるんで<う>あの放送されてないそこを勝ち抜かないといけないってことあそでまずは予選を勝ち抜いてや,やっとあの会場に行ける、はい、でもじゃんけんってさすっごい運じゃんアイドルになろうと思ったらどういうきっかけだったんですかアイドルになろう、うん、とは思ったことはなくてなろうと思ったことはなかったんですかはい このオーディションに行かれたのはじゃあなんかそもそも学校が好きじゃなくって<う>未成年で学校に行かずに済むにはどうしたらいいんだろうって思ったら働くしかないと思って未成年で働けるのって芸能界しかなかったんで <laughs> 頭の片隅になんかそれはあって,そて同級生の子が誘ってくれてちょうどいいやというか <laughs> やってみようってなりました。 すごいね珍しいですね<う>学校に行きたくなくて、はい、で人数もすごくたくさんいらっしゃるじゃないですかそうですみんなそれぞれメイクしてたり着替えとかもうすごい状態になってますけども一番なんか身についたり良かったことってどんなことがありますか急な出来事にも対応できるドームとかでもステージ出る一分前とかに台本渡されたりとかして、はい、言わなきゃいけないこと覚えて出たりとか 適応能力が身につけましたリハとかすごいんですよすっごい人数出てくるじゃないですか確かに何が起きても驚かないコーティングなりましたどんなことが起きても次に挑戦したい一人何々は二郎系ラーメンって書いてありますよ一度も行ったことがなくて俺一回しか行ったことない怖いイメージがあるんですよねでも絶対に気づかれるんじゃないですか気づかれないお一人で何かされてる時気づ 気づ,かれます気づかれない気づかれないっていういい性格なんじゃないですか <laughs> ああそうかもしれないです、うん、東京とかの人って気づいてもいやでもね、はい、最近ちょっとよくない傾向が現れてて、はい、もう今あの YouTube とかじゃない、はい、見てる人たちはテレビって何人も出てるじゃん、はい、だけど YouTube ってさ一人じゃん だかかからななんか画面に俺しかいないわけすごい親近感らしくて有名人がいるとかじゃなくてはい、はい、なんだっけあの近所のおじさんみたいな <laughs>、はい、いやでもそうだと思いますだよね私ですすら、うん、かなり親近感持たれてます <laughs> 向こうが勝手に親近感持ってんだけど誰ですかってなるじゃん <laughs>、はい、俺近所歩いてたら抱きつかれたことある <laughs> 危ない 30歳ぐらいの女子だったんだけどいきなり飛びついてきて逆だったらねだってさ知らないおじさんにいきなり飛びつけられたらさ別に逮捕案件ですよ。僕もね初めてそれ一回自分で体験したことがあってある友達が連れてきた子がめちゃくちゃ俺知り合いでって思ってたんですよ後から来たやつが「はあ!」ってなっちゃって会ったことなかったですね。 こ青井陽君っていうんですけど「舞い上がれ!」っていう NHK の朝ドラを見ててうちの,あのロケットの会社の社長が監修してたから、うん、それで俺見てた、はい、しかもあれ見て、はい やっぱりパイロットの免許を取りたいなと思ってパイロットの免許を取り始めたりとか, <laughs> だかそこに出てきてる<ん>あの工場の新社長になる子あれをずっと見てたから知り合いだと思って <laughs> 俺が今直面してる現象はこれだと思って塩対応と言われ10周年というこの,あのキャッチがありますけどもそののファンの方もちょっと少しし遠慮すするんじゃないですか何に対てその親近感という意味ではあったりしても仮にラーメン屋で見かけても。 一瞬声をかけるの多分躊躇するんじゃないですかそうなのかな <laughs> そもそもがでも会いに行けるアイドルっていうコンセプトだったので、うん、親近感悪手会とかやってたんでしょう。はい。CD 買ったら悪手会で<も>チケット悪、ね、手会とか行ったことあります、ね、ないないですいや俺もないんですけど <laughs> でもそこで塩対応だったわけですかどうやってこの塩対応という <laughs> まあ言葉もそうだしファンの人がつけて そもそもは二チャンネルのアンチコメントだったと思うんですよね。そもそもはすよねはい、はい、本人はどう感じてたんですか?はい。嫌でしたよもちろん、嫌な言葉で使われたので。嫌、はい、でした。自分としては塩対応をしてるつもりは。あんまりない。<laughs> だ,っだってそんな十五歳くらいの子供が急になんかネットで。悪口言われて嫌じゃないですか?。嫌です。大人でも嫌ですもん。<laughs> でも塩対応ってなんか意味合いというかイメージ。 そこそこ10年でだいぶ変わってきてないですか。最初びっくりしたのが、うん、月菊を見てたら使用対応っていうセリフが出てきた瞬間があって、なんかセリフにまでなるまで言葉になっちゃったと思ったのが一、はい一番最初の驚きだったのはすごい覚えてます。はあ、そういう言葉ってなかったよね。芸能人が使用対応するっていうことがあんまりないもんね。 「神対応」っていう言葉はもともとあってあ<ー>それの逆っていうので言葉を作ったんでしょうね。いやでもすごいよねすごいだからその人に会ってみたいんですよ私 <laughs> 書き込みをした人。<laughs> した人に <laughs> すごくないですかちなみにあれですよオリエモンもそうですからねオリエモンは誰が言ったんですかヤフー掲示板のそれってドラえもんに似てるってことなんですかどうなんですかねそうなんでしょうねもうでもエモン会で僕二番目にエモン会がそうですよね。本当に。何エモンがいるんですかあとゴエモンとかゴエモンは抜きましたね多分僕エモン会で今ナンバーツーです塩太陽ナンバー1ですナンバーワンっていうかも言われると海の親流行語大賞にはならなかったのノミネートされてます ノミネートされて行った？行ってないです。対象のあれには選ばれなかったんだ。俺対象二回取ってますからね。ええ何でですか？あのプロ野球の新規さんに言うと、はい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 。その時はトップ10だったんですけど、その後想定内想定外で。あれはもうグランプリ取りました。2014年使用対応のノミネートされた。すごいですね。対象取りましょう。お一人様論で行くかもしれないですけども。 一人ならパパパジャマのままで暮らせる。普通に普通じゃないですか。アイドルのその私生活は我々は見えないですから、パジャマのままで撮られたことあるんです。ありますあります週刊誌。だからなんか担当記者みたいないるんでしょ。ういますね。K P 担当。あとはなんか近所歩いてるらしいですよ。まあ家の前に立ってるわあの人だみたいな。いるんですか。思い怖。俺だから家辞めたもん。週刊誌の記者とウヨクが来るから。 いや僕の場合はねじゃないと本当に特定されちゃうからもう僕はねネタになることもあんまりなくなったしね、まあ、やっとやっと落ち着いてきたそ,そういう落ち着きじゃなく、うん、ネタがこんなこんなんじゃん面白くねえみたいな不倫とかしないとやっぱニュースになんないから独身だし一回結婚してるしねもうね面白くないじゃんね、うん、確かに人って自分の尺度でしかものを見ないからはいはいはい、はい、でもそれは俺もそうだしね僕体力あるからすぐなんかほら体調壊しちゃう人いるじゃないはい、はい そういう人の気持ちが全然わかんなくてそれこそ塩対応でしたよかわいそうだった二 <laughs> 人で行くご飯の約束をしてるのに当日の午後四時とかにやっぱりごめんなんか急に体調悪くなっちゃっていけないのとかって来たらはい、はい、えぇーと思うじゃん <laughs> そんなことはある <laughs> みたいなドタキャンですねすごい断り方するねとか思ってたんですけど昔はあでも そうやって体調壊す人もいるんだなとかって今は優しくなりましたけど。<laughs> かケビオかですよね。うん。まあ、ケビオもありありうるよね。ありうる。お一人はそういう誰かの何かに振り回されることはないですよね。そうですね。私は私なので自己中でいていい。でもそれが寂しいって感じる人も、ねはい,はい、いて、こう私はすごい楽しめちゃうので。女子ってさ、はい、一人旅とかしちゃうもんね。すごいよね。 俺一人旅したことない。一番遠かったのはハワイに一人で行きました。ハワイ一人。堀江さんがちょっと引いてる。いや、ハワイの一人はね。一人でさ、ハワイ歩いてると。すげえ声かけらんない。声かけらんなかったです。日本人の観光客って、もうテンション爆上がりしてるから。突撃されるんですよ。一人で歩いて。なんで、え、一人で行った時、何してたんですか。ホテルで。 あの本をひたすら読んでました。堀江さんなんか聞いてみたいこと <laughs> 人生をうまく生きるコツ？はい。俺の場合は、うん、とにかく何でもやる。うん、誘われたことはだいたいそれをやんないと、うん、それにたどり着けないじゃん。やっぱ40歳とかでスノーボードっつったら、うん、結構ハードル高そうじゃん。だけどやっちゃったのよ。やってみたらだいたい楽しいんだよね。はい、おえー、それでも最悪だったなって思う。 からどうし、どうしたらいいんですか?。そんもんやだなって思ったら、やめればいいんじゃない?。三十代でやるべきことは、どんなことこ。それ聞きたいです。やり,りますか?。体力ないと思うんだったら、もう三十代が終わりですね。体使うことはと特に。四十代、五十代になってくると、体弱い人って、どんどん弱ってくるから、無理聞かなくなるんですよ。三十代にやっとかないと、もうできなくなるかもしれない。気持ち体からくるんで。うんそうですね。なんか、病気で弱ってる時って、弱気になるじゃん。んはい、だけど、体。 強いはめちちゃゃくくモチベーション高なるじたんマラソンとかすると熱中症になっちゃうんですけどその後とかやっぱちょっと辛くてやる気が23時間ぐらいなくなりますもんでも23時間で回復早いですねそうなんですよえんかそういう人間関係みたいな部分ではどうですか一旦整理したたいなっっって思ちゃんですよ俺はもともと整理してるもう全てにおいて物も人もだから「冷たい」って言われる。 合わなくなくる価値観とかが合ってこなくなってきたなっていうのを感じてる、うん、それでいいよく分かんない同窓会の誘いとかもスルーしてたりするなんかずっと仲良くって楽しかったのに自分がひねくれたのかそれとも自分が成長しすぎたのか,か,かいやそれが自然ですよ。<ー>ずっとなんか小学校の時の友達とつるんでるっていうのは。うん 特別いいことでもないと思いますよねよかった気持ちが楽になりましたあよかったです